バトラー米ペンシルベニア州イコール淵上流雄米ペンシルベニア州バトラーで13日に開かれていた米共和党のトランプ前大統領78の集会で 複数の銃声のような音が響いた。米メディアによると、トランプ氏は負傷し、耳付近から流血した。ステージ上にいたトランプ氏は、大統領警護隊、シークレットサービスに囲まれ、支持者に向けて拳を掲げながらステージを降りた。その後、トランプ氏は車両で搬送され、集会は途中で中止された。